その町の歴史ですとか風土ですとか祭りですとか、その町の誇りがですね詰まってるというところがいいところかなと思ってます。やっぱり日本人のですね、まあ細かいところ、ディティールにこだわる、まあ、そういう感性がマンホールの蓋にも現れてるのかなというふうに思ってます。難しいタイプになりますとどうしても手作業になりますので、1日10枚から15枚ぐらいしか生産できないという形になります。そしたらやっぱりせっかく町にここまで足を運んでるので、まあ、温泉入ろうかなとか観光しようかなってなりますよね。ということで訪れた人をこう回遊していただけるようなスイッチになる可能性を持ってるんですよね、マンホールカードって。